コートマーシャルはイギリスの競争馬及びシュボバである。1945年の2000ギニーではその年のダービーバ・ダンテ及びナスルーラのおいで種ボバとして成功するロイヤル・チャージャーを破った。またシュボバとしても1956年と1957年の2年連続でリーディングサイヤーとなった。父フェアトライアルは名馬フェアウェイの3区で発育が遅く。 体質も弱かったが、9007の成績を収め、1950年にはリーディングサイヤーとなった馬で、コートマーシャルの他に、ペティション、パレスタインなどマイル前後の距離で活躍する競争馬を排出している。母は3頭のダービー馬を排出したハリー・オーンのサンクであったが、コートマーシャル以外に目立ったサンクはなかった。1 9 4四年にアスコット競馬場でデビューすると、 バーグフィールドステークスとシンフィールドステークスを連勝し、2002勝の成績で2歳シーズンを終えた。3歳となった1945年は、ソールスベリー競馬場のトライアルステークス2着、ブリッジウォーターステークス1着の後、2 0 0ニーに出走し、後のダービーバ・ダンテを2着、シュボバとして活躍するロイヤルチャージャーを3着に退けて、クラシックウィナーとなった。ダービーは、 ダンテの3着に敗れたものの、2話進化しらさで2分26秒6の好タイムで走破した。その後は、ニューマーケット競馬場のウェブステッドステークスを連勝し、通算8戦六6勝の成績で引退した。種ボバとなったコートマーシャルは1956年と1957年の2年連続で、AI、リーディングサイアーに輝き、2歳リーディングサイアーには6度、輝いている。 ありがとうございます。